のそのまま全体的にレコード全体でこれコレクターとしてのそのレコード全体の枚数ってどのぐらいお持ちなんですか、そもそも。最近数えてないのではっきりとは分からないですけど、1万は超えるんですか。え、1万は超えるんですか。いや、そんなにないです。そんなにないです。せいぜい2000とか。あ、そんなもんですか。そんなもんだと思います。私は鈴木さんは結構、鈴木さんはかなり自分はね、吹奏がないので、枚数は確かに多いとは思うんですけど、やっぱり万超える感じですか。数えたことないんですけど、おそらく超えちゃうと思うんですけどね。ですよね、歌謡曲まで集めたら絶対そうなりますよね。そうなりますよね。そうなりますよね。私もそれ、歌謡曲興味ないわけじゃないけど、そういう置く場所がそもそもないというのが。置く場所は本当にね、皆さん大変。置く場所どうされてますか。私は、こう、まあ、物置というか、まあ、ウォークインクローゼットみたいな場所がありまして、そこにあのリフォームした時に棚を作りつけたんですね。でそこにこう並べているような。最高の環境じゃないですか。そうなんですかね。コレクターの夢みたいな環境ですね。まあ、でも本当にあの物置的な狭いところなんですけどね。鈴木さんは保存はどのような感じ。最初のうちはね、カラーボックスを、文庫本用のカラーボックスを並べたりとか、あとその上に段ボールを並べたりとかして、もう当然落ちかなくなって、段ボールにこう入れたものを積んだりとか、あちこちで。そうなると、お目当ての1枚出したいときはかなり苦労しますね。まあ、なんとなく勘で分かりますけど、あ、分かるんですか。自分しか分かんないと思うんですよ。でも見つからない場合たまにあります。あ、たまにですか。だいたい会社別にこう並べてるとかそういう感じですかね。そうですね、はい、はい、やっぱりそもそも置く場所がないとできないですよね、やっぱりね。そうですね。で私も一応今どこだっけ、 3LDK に、3LDK か、 3LDK ですけど、そのうち2つが物置になっちゃってますからね。ああ、そうなんですか。すごいですね。何やらレコードでやってすごいですね。あ、レコードだけじゃないですかね。資料本とかね。本、まあ、本も結構昔集めてたんで。本もまたかさばりますもんね。で私の場合ほら、もともとが、レコードは全然やってなくて、その、なんていうんですか、テレビの研究の方がもともとなんで、だ資料の方が昔は集めてたんですよ。だから例えば NHK 年間とか、あ、そこまで、そこまでやってたんで、あれそのうち動画に出しますけど、まあ、あれを全部、あれでもう書棚が一つ埋まっちゃいますからね。そんな感じなので、あと台本も集めてますね。だから結構ね、紙物で場所取るんですよ。台本は例えばあるドラマって言ったら全話目標。いや、それはね、さすがにできないです。さすがに場所が無理です。やりたくても台本とか全然集めてらっしゃるんですか。あ、一部あります。あ、はい、一部ってどのぐらいですか。数えたことないんですけど、どのぐらいだろう、200ぐらいですかね。あ、鈴木さんも集めてらっしゃるんですか。映画、あ、映画ですか。本物の映画好きなのか。加山さんとかクレジットさんとか好きなのですが、はいはいはい、中心に実はテレビのものも含めて、はずきしては大したことないんですけど、その他にいわゆる普通のグッズというか、まあ、その例えばテレビものであれば人形とか、はい、まあ、フィギュアみたいなね、はい、とかいろいろなグッズがあるじゃないですか、はい、ああいうのも集めてらっしゃいました。まあ、ソフビの怪獣であったり、あ、まあ、そういったものはほとんど復刻品なんですけど、そういうものがあったり、あとは個人的に好きなのはケロッグのおまけとかですね。え、ケロッグのおまけ。おまけですか、はい、あ、そういえばグリコのおまけって聞くけど、ケロッグのおまけを集めてる人って聞かないですね、はい、あ、でも意外といいと思います、まあ、あ、そうですか、はい、そういうものはないですよと言われてる。そうですね、コメントの欲しい、はい、あ、私実は同人誌で出したことがあります。失礼いたしました。え、それはあれ、ああいうのも古いの残ってるんですか。まあ、自分のコレクションを中心にこう写真に撮って。え、じゃあ子供の頃から残してたってことですか。そういうのもありますし、すごいすごい、後になって例えばオークションとかで手に入れたものもあります。 あれってやっぱ高いのは高いんですか。高いですね。いくらぐらいするんですか。まあ、私が実際に買った値段じゃないんですけれども、あの1個で何万っていうのもあります。グリコのおまけってどのぐらいするんですか。
グリコの負けも高いのは高いと思いますけど、そんな何万まではないんじゃないかな。やっぱケロクの方が高いんですか。そうですね、海外に行ったらいらっしゃる。保存で気をつけてることってありますか。シンコとかグリコも大事ですから、湿気みたいなものとかどうですか。湿気は今置いてある難度がそんなに湿気がこもらない場所なので、特にそんなに乾燥剤をないんですよね、うん、当然ジャケットとバンの間の中敷きは当然ですよね。えされてないですか。してないですよ、ね、えあそうなんですか、はい、だってそしたらリンゴとかついちゃうじゃないですか。結局その限られたスペースに置くの で、 あ そ、 でそれをやると枚数が理想としてはやりたいんですけど、はい、そこでもなるほどね、そこでも、はい、この壁レベルの壁があるわけですね集める枚数のレベルの壁が歴然とあるわけですね。私はもうあれ必ず入れるんですよ。まあそうですね、ああそうですか、うん、やりたいのはやりたいですけど、ね、そのまま絶対いいでしょうね。いや袋はあれ盛り付きの袋ですか。盛り付きは嫌いなんですね。やっぱり、はい、やはり僕が失敗したことあるので。私もあります、はい、でもまあなんか入れちゃいますけどね、綺麗に見えるじゃないですか、ね、誰かので聞いたんですけど、はい、なんか浸水かなんかがあって、はい、で蓋で盛り付きまで蓋してて助かったって話なんか聞いたことあるんですけど、ああそうなんです、ね、それ聞いて入れようかなと思ったんですけど、やっぱりなんか糊が怖くて、はい、ありますよねやっぱり、はい、失敗したことね今でもかなり糊が弱くなってるから大丈夫ですかね。あ、まあ、その失敗するっていうのもありますけど、糊、付きのだと、それだけそのなんていうんですか、膨らみみたいのがあって、収納枚数の影響が出るんですよ。ミクロン単位の話ですか。すごっ、ミクロン単位の話です。すごいな。ここで解説いたします。今の話に出ましたですね、台紙とそれから糊付きの袋の話でございますけれども、まあコレクターでない方、あるいはコレクター多少集めていてもそんなに枚数もない状態の方とかは、何の話だって分かんない方もいらっしゃったと思うので、実際に現物とその状況を見せながら解説した方がよろしいかと思いまして、ちょっとここで説明の動画を挟ませていただきますけれども、まず台紙ですけれどもね、このようなね、あれ白い厚紙の台紙をですね、間にこのジャケットとそれから盤の方の間にこう挟む形で私は保存してるんですね。まあ、わざわざこういう台紙が売られてるぐらいですから、多分これを入れているコレクターの方も結構な数いらっしゃると思うんですよ。で、私もそういう風に知っていたわけですね。これがありますといわゆる墨折れがないわけですね。これがないで普通にこういう感じでしまっておきますと、こう角がこう曲がったり折れたり、それからリング跡と言いまして、このレコードのこの中心部 EP 版シングル版のこの真ん中穴が開いてるの結構ありますでしょ。これとかあるいはもうレコードの外周のですね、輪っかの跡がこのジャケットについちゃったりするんですよ。これはまだ厚紙の方のジャケットなんでまだいいんですけど、薄い普通のペラペラの紙のジャケットなんかでこれやってますと、こう輪っかの跡がついちゃうんですね、中心部とこの外周部に。で、それを避けるために間に台紙を入れるわけですね。これは私必ず 全部の枚数でやってるんですけれども、お二人はこの台紙の厚さがもうそもそも数を置いてる上でネックになる、邪魔になるということで、これはできればやりたいけれども諦めてるという状況ですね。私よりだから枚数がはるかにあるがゆえの、結構だから数集めてるコレクターの人ってのは台紙使ってないんだなっていうのが、
今回のインタビューというかな、あの対談での非常に一番驚いた点でしたけどね、コレクターほど数を集めてるコレクターほどこんな台紙なんか使ってないというちょっとした衝撃がありましたけどね。あとこの袋、のり付きの袋といいますのは、まあ、通常のレコードの袋っていうのはね、お店で売られてた状態でも上はこう何もない普通の袋ですけれども、後々ね、割と後年になってからでしょうけれども、コレクター用にのり付きの袋っていうのがこうのりでこう封ができるようになってるんですよ。上の方がこういう感じでよく見えるかな、透明だから見づらいかもしれませんけれども、こうのり付きののりで上をこう封できる袋もあるんですね。これをやると、まあちょっと水漏れ上に何かこぼしても大丈夫だぐらいの、まあそもそもそのコレクターであれば絶対に 水気のものをレコードのそばで持ち歩くってことは普通ないと思うんですけれども、ただ前にね、その対談の ところでも言ってるかもしれませんけれども、私が聞いたとか見たというかネット上で見た話では、軽いこう浸水みたいなことがあった時にこののり付きの袋で助かったという話は、まあ、聞いたことはあるんですけれども、通常のコレクターであれば、まあ、こののりはいらないんじゃないかなと私は思うんですよ。で、その動画中でも皆さんおっしゃってるように、まあ、のり付きこののりの部分、昔はねこののり付きの袋の出始めの頃ってのりが結構強くて、でこれをここジャケットをこの袋に入れるときにですね、この糊のところにジャケットがくっついちゃって、そのせいでジャケットが剥がれちゃった、ジャケットの一部分が剥がれちゃったっていうことが私も何回かあるんです。1回か2回あるんですよ。だからそれからもう絶対にこの糊付きの袋は使わないようにしてるんですね、私は。まあ今はかなりね改良されていて糊が弱くなってるんで、仮にくっついても絵が剥がれちゃうってことはないとは思うんですけど、それでもやっぱり嫌いで、で水落ちさんはそういう次元ではなくて、あのこの糊の封をするんでこう折り返しの部分がありますでしょ、必ず当然この折り返しの部分の厚みがもうダメだったんですよだからミクロン単位でもその少しでも薄くして収納したいという話になっちゃってるんですね。だからもう私なんかとは全然次元が違う話になっちゃってて、まあその話は鈴木さんの方も驚いてましたけれども、そうですね、まあ一般的にはだいたいのりこの厚さがそんなに気に入られてる人はそんなにいないと思うんですけどもね、まあすごい状態だなと思って、という具合で、まあ、かなり状態を相当気にする方は台紙をやって、その上でこの封があるのり封ができる袋で収納されてるんじゃないかなと思うんですけれども、枚数がかさばってくるとそれは両方とも邪魔になってくるという話でしたね。その、まあ、何千あるいは万を超えるコレクションの中でですね、まあ、なんていうんですかね、一番こう興味を引くっていうかな、一番高い1枚っていうのを選ぶと何になりますかね、いくらぐらいのものになりますかね。まあ、一番高い買い物をしたのは、はい、っていうアニメの E 版ですね。あれの E 版ですか、さらにじゃないですからね、はい、でも5万円以上しますもんね。そうですね、状態がいいとそのぐらいしますよね。本当にいくらぐらいでした、ちょっとそれは言えない値段なんですけど、あそうですか、はい、まあ、10万前後とか、まあ、オークションでかなり、はい、あれは年に1万も出ないですもんね。出ないですね、私が知る限り、多分オークションで出たのは1回しかないんです。そうなんですか、じゃあじゃないかと、わ私が見たあれもそうだったね。じゃああれ落札したのに水越さんだ。おそらくそうだと思います。そうなんですか、去年あたりの話です。まあ結構最近ですよね、はい、あもう私は最初から諦めてましたからね。もしかしたら見落としてたものが他に出てるのかもしれませんけど、いや出ないでしょ、出てないでしょ、出てないと思います。
鈴木さんお持ちごと、まあ、一番、はい、鈴木さんは歌謡曲とかもやってるからそれこそ10万とか超えるものが、まあ、そんなに高いものないんですよ。あ、そうなんですね。なんでしょうね、値段で高いんですよ。そんなに、ね、高い買い物したことないですよね。あ、そうなんですか。歌謡曲でせいぜい5万ぐらいのもの。あ、例えばあのよく何でしたっけ、トムとジェリーの歌ってたな、あ、梅木森さんとかお持ちですよね。もうね、その辺はもう最初から自分が集め始めて一番すでに高かったので。あ、そうなんですか。たまたま安く買えたものは1人前持ってますけど、もう諦めてます最初から。あ、やっぱりそういう感じですか。数が多いですもんね。音はまあ弾けるようになったじゃないですか。それで良しかなってしまってますけど、私はもう始めたばっかなんで全然下段的には大したあれじゃないですね。そう、一番高くても2万とかそんなもんですよね。最初はね、かたくなに万超え買わないようにしてたんですよ。でも集めていくうちにやっぱりコレクターっていうのは、ね、その中のラインってありますよね。ここまではみたいな。でもそれがやっぱりだんだんね、やっぱりね、集めるの枚数が増えてくるとやっぱりブレーキが効かなくなっていくという。あの、逆に始めたばっかりって言って2万っていうのはすごいですね。そうですよね。逆にすごいです。あ、そうです。2万まで行くんで相当ありましたよね。でもそれ時代が全然違うじゃないですか。水落ちさんたちの時代っていうのは、なかなか中古レコード屋さんを回ればまだ安かったんじゃないですか。まあそれはありましたけどね。プレミアでどのぐらいのがありました。当時ですか。当時私集め始めた時はまだ例えばアニメものだったら200円300円、そういう感じですもんね、はい、だから足をまめに通えば、結構通ったわけですか。そう、まああんまりね行動範囲がその時は広くなかったので、昔はレコード屋さんがセールだとかオークションやってなかった時代、そうですよね。その頃は平和で入荷すれば店に出してくれましたから、タイミングよく当たれば安く ね買えましたからね。でプレミアってのはなかったんですもんね最初の。まあ、そうですね、まあ、あってもせいぜい1枚1000円ぐらいとか。やっぱり中古レコード屋っていうのは、まあ、いわゆるセカンドハンドじゃないですか、はい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 、ってことは定価より安く提供するっていうのが筋じゃないかって私当時思ってたんですよ。ですよね、はい、私もね何年か前に地方の中古レコード屋さんで買ったことあるんですよ、あのインターネットでね、でその方は地方のことだから、まあ、昔かたぎなのか、安さ命の中古レコードって言ってたんですよ。素晴らしい。安さ命の中古レコードですから500円ですみたいな言ってたんで、あ、昔はこういう感じでやってたのかなって思って、ですよね、はい、それじゃあプレミア一番最初に作ったのってどこでしたかね。プレミアを一番初めに意識したのはどこだろう。やっぱりそのそれまで通っていた中古レコード屋で800円っていう値段がつけられてたっていうのがすごくあの衝撃。800円でだって当時の定価が本当に300円とかそんなもんなんですよ、発売された当時の、はい、まあ、それが神保町だったんで、はい、それが衝撃のプレミアでした。それが800円が衝撃だったんですね、今その100倍とかですね。まあ、本当そうですよね。主題歌ものとか、まあ、サントラ系はそこまでないですけど、やっぱりちょっと廃盤ブームっていうのがね、ありましたね、ありましたね、歌謡曲もね。 あれでちょっとやっぱりそのレコード、中古レコードのプレミアに対するその意識が変わりましたよね。廃盤ブームって何から始まったんですか。ジャズとかロック、そうですよね。ラジオかなんかの、いや、おそらくテレビのあのタモリクラブ、やっぱタモリクラブの辺じゃないですかね。やっぱタモリクラブですか、ね、何ですか、廃盤アワーみたいな感じ。廃盤アワーみたいな感じ、はいはいね、それで一番その時代にレコード屋さんでこうギュンと来たのがエトセトラさん で、 あです、ね、エトセトラレコードさんはそういうテレビとかに協力する代わりにそのクレジットを出して、必ず番組の最後にエトセトラレコードと、はいはい、店名出てましたね、そういえば出てました、はい、それで有名になったレコード屋さんが、はいはい、私その頃地元だったと思うけど気がつかなかったんだよな。あ、そう、気がついてればハマったかもしれないですね、その当時ね。いいんだ、プレミアのね、あの先駆けみたいなお店ですよ。だからむしろハンターなんかは安く買えるお店だったわけですからね。